大分県立総風館高等学校は、大分県大分市にある通信制家庭と定時制家庭とを平地した単位制の公立高等学校である。2010年4月11日に開校した。大分県教育委員会による前期、高校再編整備計画に基づいて、2010年度に定時制の大分県立大分中央高等学校、 大分県立別府鶴見級高等学校定時制と通信制の大分県立広志新高等学校の3校を統合して開校された高等学校である。通信制課程と三部制の定時制課程とを併地した単位制高校であり、最短で3年で卒業が可能である。また、通信制課程と定時制課程とでは、相互に他の課程の受講が可能である。 入学試験は、春季と秋季の年2回行われ、秋季入学、秋季卒業が可能である。制服はない。通信制家庭では、本校のほか、日田市、中津市、佐伯市の高等学校で、スクーリングが実施される。また、平日にもスクーリングが実施される。定時制家庭では、午前、午後、夜間の三部制で、学2次元の授業を行う。タブリ州の学生が、 スリーブの授業を受けることができ、これにより3年での卒業が可能となっている。ありがとうございます。